はい、皆さんこんにちは。制作企画研究所プロジェクトオリーブ株式会社トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまでユカの時間がやってきたんですけれども、今日はですね、香港のですね、国家安全維持法がね、まあ、決まったということで、非常にね個人情報をね、国内外、険しくなっているということで、顔がね特定される、内容のねやはり動画や撮影というのを非常に懸念しているということでですね、これまでとは違う形で、ちょっと配信していかなきゃいけないいろんな配慮が出てきてますので、ダイジェスト版でですね、個人がねなかなか特定されないような写真をね今日これから皆さんにねできるだけ共有していただこうというふうに思っております。今 NHK 前なんですけれども、これからねデモが始まるという感じです。はい、ではまた、配信していきます。はい、というわけでですね、今私はですねデモから帰ってきて、ひとまずシャワー浴びないともうどうしようもなくって、で、髪の毛もですねこれねまだね全然乾いてないですね。なのでもう顔はすっぴんだし、さっきのデモでなんか喋ってたあの人と違うとかね言わないでいただきたいんですけど、もうねめっちゃ暑かったです今日。はい、皆さんの気持ちも暑かったけど、で朝ね、あれほどね生ライブやるだのなんだのってね言っておきながら、まあできなかったね理由というのは物理的なね問題ではなくて、今回香港の国家安全維持法というのがね、まああれができてからなんですけれども、こういうカメラとかそういうデモとかにこれまでのように、まあ、誰かのカメラとか、まあ、動画にね映って、そのまま例えばその YouTube だったり、まあ、そういうもの に映るっていうのは、特に今年の3月の8日の習近平来日、国賓来日反対のね、あの時はね、こんなことなかったんですね。でもやっぱり、今、何らかの形で公に自分の顔をさらされるというか、そういうことに対して、まあ、非常に世の中が、やっぱりその警戒をしないわけにいかなくなったということで、まあ、例えば、人の顔がね、明らかにわかるような、こうデモをしているその前からカメラを撮るっていうよりも、今回は皆さんの後ろ姿をね撮るのが一番無難だなという、まあそのような配慮をしたんですが、とてもじゃないですけどちょっとねライブをねするというなかなかその環境というのがねちょっと許されないなという感じがちょっとしました。なのでちょっとね生ライブはね今日はねやめておこうということで、まあ、中止にしたという経緯があります。でね、何かがおかしいってね、やっぱ思いましたね。こういう理不尽なね、香港国家安全維持法だとかね、そういうものに対する怒りっていうよりは、やはり世界中世の中が、あれを本当に実施されることによって、みんながやっぱり恐れている。中国をね。それは今日ね、村田春樹先生がね、いらっしゃってました。ちょっとそういう話をね、したときに、まあ、村田先生の方が、今の世の中のね、空気をやっぱり見て、非常にね、鋭い指摘をね、村田先生がね、おっしゃったのがそれでした。と言いつつもね、じゃあ、それに恐れてね、ビクビクして、何もしないかっていうね、いうことはね、やっぱり相変わらず、私たちはできないというところで、今日はですね、ダイジェスト版という形でね、デモのね、様子をちょっとカットで、皆さんにね、まず配信したいなというふうに思います。で、韓国のね、ことをね、よく桜井よし子先生の言論テレビでね、
西岡勉先生とね、大体いつもお二人で、まあ、出演される本先生がですね、今日、かなりこう、取材をされていて、で、あ、本先生だと思って、マスクしてても、絶対の先生に間違いないと思ったんで、お声をね、かけて、言論テレビね、よく拝見してますっていうね、ことで、本先生のね、話ってすごく、韓国のことが、非常にわかりやすくね、日本人に話してくださるんで、すごく尊敬してる先生だったんで、非常にお会いできてね、嬉しかったんですけど、なんか先生の方もね、とってもね、嬉しいですっていう風に、今日ね、言ってくださいました。ほんとたくさんね、いろんな方がね、今日、いらっしゃいました。で、どれぐらいの人数だったでしょうかね。非常にね、まあ、いわゆるその間隔を置いてね、いわゆるソーシャルディスタンスっていうやつですよ。で、それを間隔を置かないといけないっていうのもあるので、まあ結構長蛇になりましたけど、NHK ホール前から、ぐるっと3キロぐらい練り歩いて、で、もう一回 NHK ホール前にね、帰ってきたという感じなんですけれども、結構ね、カメラ回ってましたよ。クルーがね、やっぱり来てたんですけど、どこ行ったんだろうなっていうのと、それから、なんちゃらテレビじゃないでしょ、あんたたちっていうのもね、やっぱり結構いました。だからこういうデモの様子っていうね、この動画の情報をね、あんたたち一体どこに流すんじゃいっていう、なんかそんな人がね、やっぱりうじゃうじゃいましたよ。まずウイグルのね、ブルーの T シャツとか、それから帽子をかぶって、それからローズさんがね、だいたいリーダーシップを取って、先頭を立たれていました。で、今日はね、私はですね、プロジェクトリーブの、まあ、理事さんとね、一緒に、参加したんですけど、今日はね、やっぱりどうしても、香港のね、方たちの中にちょっと紛れ込んで、やっぱ香港を訴えたいというのがね、やっぱりすごくあったんですけど、まあ、とにかくね、香港のグループの人たちね、若い人たちなんですよ。もう大学の、留学生でね、日本に来てるとか、それからウィリアム・リーさんだったり、まあ彼も非常にね、うまく、リーダーシップ取ってましたけど、まあとにかくね、もう香港の若い人たちが、スタッフもね、すごくよく動いてくださってて、で、とにかく熱中症ね、になってないかっていうのを非常にこう、皆さんをこう、配慮したりとか、で、塩飴とかをね、配ってくださったり、飲み物もありますよとかね、そのあたりもね、すごく細かい、配慮をね、すごくしてくださっています。でね、やっぱりそういう彼らがね、自分たちの祖国がね、そういうその中国共産党に、まあその侵されている中で、日本で必死にね、やっぱりウイグル、そしてその今度香港、そしていつかは狙われるであろう、その台湾ですね。そういった、諸国をね、とにかくそういうジェノサイドをやめろ。それから、ウイグルの収容所、そういうものを解放しろ。今回の香港の、その、国家、安全でも何でもないんですけど、維持法とかね、そういうものを撤廃しろとかね、強く強くやっぱりね、訴えていました。で、私たちもですね、彼らの中に、混じって、大きな声をね、上げてきたんですけど、まあ何せ、暑いったらなんのっていうことでですね、汗びっしょりです。で、本当に汚い手を使って、というか宇宙ごと、まあ脅しに、まあかけている中国共産党ですけど、恐れているだけじゃやっぱりダメだっていうふうに、やっぱり思うんですよ。で、このまんまだと皆さん、本当に宇宙ごと中国になりますけど、いいですか皆さん。私は嫌じゃ。冗談じゃありません。これにね、屈することなく、今後もね、みんなで、独裁者のね、都合でっていうことで、国際社会がね、飲み込まれないように、まあ、していきたいなというふうに思います。はい。ではですね、ダイジェスト版をね、
見ていただけたらなと思うんですけれども、あの背中にですね日本の国旗をね背負ってるのはね、私の、プロジェクトリーブのね、理事の女性です。あれいいんですよ、すごくね大きくて、日本のね国旗日の丸をですねしっかりとね主張するっていうことで、ちょっとね棒がねちょっと今日用意できなかったので、じゃあもうね体にまとってねしっかりと日の丸をね主張しようということで、ですね、3キロぐらいかな、ずっとね原宿って表参道ってやっぱアップダウンがあるんで、ああもうなんかリタイアしそうみたいなね感じなぐらいすごく暑かったんですけど、まあとりあえず、無事、終了しました。はい。でね、やっぱりねこういうのねちゃんとね取材した人たちはね報道しろって思います。でね、どっかにね動画の情報をね投げんじゃねえよっていう風にやっぱ思いますよ。でやっぱりこういうしっかりとした国際社会のね訴えをねやっぱちゃんと報道しなきゃ、ここ最近のメディア、この前言いましたクソメディアって、やっぱり腐ってますよ。なのでどうか今日の熱いみんなの訴えをですねしっかりと、世界中に報道してやってください。では、ダイジェスト版という形で、ご覧いただけたらなと思います。ではどうぞ。消毒スプレーと、消毒飴も用意してありますので、あちらに、ちょっと消毒と消毒液体のちょっと開けてくださいようお願いいたします。今スタッフの人たちがクロスクですね、収録終わって編集してアップデートをして、そして今日の、レポートがねできたら私は
再度ビールを飲んで今日は寝ます。ではまた皆さんお会いいたしましょう。